はい、ウイちゃん TV でごスターウォーズスカイウォーカーサーが今回はですね、ダゴバの宇宙空間となります。まずトライアルでですね、キャラクターが一体ですね解除されるのは帝国軍の砲術技師ですね、反乱軍のトラブルということになります。それとですねいつもの通り、カイバーブロック水星破壊ですね、カイバーブロック5個ですね、ということになります。それでは早速やっていきましょう。はい、まずですねギャラクシーマップですね、見てみましょう。ということで、今これですね、スペースバトルの中に入っています。これ関係ないです。先に進みましょう。このですね、キャラクターのですねマークのところこれに近づいてですね、丸を押します。そして会話ですね、アストロメクが出ましたということで、豪華商品を、まあ、当たりましたみたいな、ありますみたいな感じですね。何をすればいいのかと言いますと、反乱軍のパイロットの救出ですね。はい、いつもの通りですねいつもの通り反乱軍のパイロットの救出です。ということで、アナグドトラブルミッション開始となりました。はい、まだわからないので、これね、後ろ、はい、わかりますよね、後ろにありましたので、後ろに行きます。そして先進みますと、はい、出てきましたね、四角のね、敵軍ですね、これをやっつけます。まずですね、9体ですね、9機、今のところ5ですね、5機。ということで、5機ってその5機じゃないですよ。はい、ということで、もう1機かな、あと1機、なかなか難しいですね、これね。はい、ですね、照準が合いますと、ビューンとこう丸いのが回りまして、プロトン魚雷、四角ですね、四角がこう出てきますので、ギューンと回りますと四角が出てきます。そしてですね、四角が出てきますと、四角を押すとですね、プロトン魚雷が発射されます。これはですね、ずっと追尾してくれますので、楽です。ただですね、まあちょっと時間かかります。プロトン魚雷だけでですね、まあ行ったりするとかなり時間かかります。こうやってバンバン撃った方が、まあこうやって追尾するんですね、結構時間かかるんですよね、これね。はい、ということで危険回避、ですね、まあ旋回だけですと、まあ、R2 ですね、今の R2 を押すと、そして左旋回ですと L2 を押すということになります。あ、違う、また間違えた。R1 ですね、R1 を押すということで、左旋回は L1 ということになります。本当にこれね、いつも説明するの間違えるんですよね。はい、次は、今探してますね。はい、見つかりました。星マークですね。はい、ここで、会話します。さあ、パトロールに。お、誰かフロールって言ったか。お、勘弁してくれ。お、何でしょう。レベルアップ、本物の商品になりました。はい、ちょっとよくわかりません、全部読めませんでした。ミッションクリア、反乱軍のトラブルとなりました。はい、帝国軍の砲術技師ということになります。ヴィランですね、ヴィラン、属性はヴィランとなります。3万5000スタット、ちょっと安いですねはい、ということです。はい、次はですね、カイバーブロック水星破壊となります。はい、やっちゃっていきましょう。ちょっと探してますけども、はい、来ました、カイバーブロック水星ですね。どこにあるかな、どこにあるのかな、もうちょっと先に進んで、ちょっとマークがなくなってます。ああ、なくなりましたね、体力ゲージがなくなりました。あ、今ちょっと見えましたね、なんかね、これね、消える、あ、左消え、あ、今度上、あ、来ました。はい、それではですね、まあ近づきながらバンバン撃っていきましょう。これまあいつもの通りバンバン撃っていきましょう。これ今回ちょっと簡単に割れましたね。はい、ということで、しっかりこれですね、数字が増えていくのをしっかり見ましょう。はい、ということで、カイバーブロック5つですね、そしてキャラクターが1体完全攻略しております。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ役に立ったかなと思った方、そしてですね、参考にしたいなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。